官能小説の奥義、男性器表現の種類の中で、肉表現のところを読んでいきます。なぜ太くて硬くなければいけないか。女性器の場合と同様に男性器の肉表現を見ていこう。ペニス、肉カメ、肉キノコ、肉具、肉甲、肉キツ、肉剣、肉さや、肉と、なんだろう、肉ムチ、肉笛、肉質、肉弾頭、勃起肉。読み方が間違ってたり、読めないのがことがしばしばあると思います。大変失礼いたします。陰嚢の場合は、肉弾、肉袋、肉玉。それでは読んでいきます。柔らかな膣肉に気筒が包み込まれていく。入り口の締め付けに刺激され、全身がガタガタと震え出す。突っ伏すように胸を合わせれば、陰卵看護師の深々と肉さやが埋没する。次に行きます。あらわになった生の弾痕に目を見張った。密林からそそり立った土蝶は、なんとかに、くっつかんばかりに反り返っていた。天辺の肉弾頭は、張り出し、薄皮がピンクに張り詰め、照り輝いている。次行きます。んきゅっ、んきゅっ。口の中に注がれたザーメンを喉を鳴らして飲み込んだ。だがそれだけでは飽き足りぬとばかり、貪欲な娘は再び強引に肉鞭を吸引し、少し塩たれた陰柱に舌を這わせた。はい、次いきます。また固く反り返った肉肉茎かなが、を加え込み、唇と舌で中心を攻め立てながら、袋への愛撫も再開した。時には、ゴーボーを口から出し、肉玉をチュルッと口に入れたりもする。はい。官能小説における男性器は基本的に太く、硬く、大きいのが常道である。なぜなら、読者の羨望を満たす必要があるからである。例えば、普通のサイズはそれほどではなくても、フィラチュアによって、女性の口の中で太く、硬く、勃起していくという表現がなされるのだ。また、大きさや太さなど、ペニスのサイズを強調しないで、性能と持続力、に上と置く作家もいる。官能表現は現実を踏まえつつ、バーチャルな世界を読者に体験させなければならない。それだけ文章力が試されるのであるということです。硬いことは、まあですね、男性の能力の強さを表す、まあ、若さとか健康を表しますよね。硬さ、硬さは重要なんですけども、実際に入れやすいっていうのがあるそうです。大きさ太さっていうのは、こちらは ですね、表現の世界だからこそ楽しむために必要な、ものであってですね、現実の例えば、風俗嬢さんの本とかにいや、YouTube のでのね、なんか体験談とかによりますと、あまり太すぎると痛かったりとかして、そんなに、ね、女性を決して喜ばせるものではなさそうですね。はい。そんな感じで、官能小説の中ではね、大きく太く硬いというね、そういう条件がね、おちんちんに、必要なになってくる。ということでした。まあ、それは、表現を、楽しむため
というそういう目的のためとは言えそうです。はい、ではでは、こんな感じで、ね、性に関する表現を楽しんだり、または知識を一緒に学んでいきたいと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。